えー、こんにちはソニーショップテックスタッフの店員佐藤です。えー、今日はですね新発売の、えー、Vlog Cam ZV-E1 のですね転倒セミナーをここで開催したいと思います。お集まりいただきました、えー、皆様どうもありがとうございます。お付き合いのほどぜひよろしくお願いいたします。よろ,ますよろしくお願いします。はいえー、っと3月29日プレスリリース4月4日ソニーストア受注開始で 4月21日発売になります最強 VlogCAMZV1 が発表になりました。高感度カメラ α7S3 の高感度とそれと R5 で初めて採用された AI プロセッシングユニットそれと FX3 にも搭載されているユーザーラットが使えるカメラがなんと α7C よりも小さな。 えー、ボディに入って、えー、と登場ということで、えー、とこれで、えー、と v 6カムとしては ZV1ZV1F それと ZVE10 に続く4機種目のカメラとなります、えー、こうやって ZV シリーズだけ並べるとなんかものすごい値段になってるんですけども、えー、これが 7S3 とか FX3 とかと比べてみると50万台クラスのカメラがですねなんと 3台合わせて33万円という破格のお値段になるというモデルになるんですが、えー、じゃあ S3 の代わりに買って大丈夫なのかとかねそれとか FX3 の代わりに買って大丈夫なのかというようなところもちょっとあの探っていきたいなというふうに思います、えー、とちなみにですねまだ実機を私は触っておりませんので、えーえー、とメーカーさんの資料頂い,いているお話あと担当セルクさんからのお話とかをまとめて今回はあのご案内していこうかなと思います。 メーカーの商品情報ページに載ってないような記載されてないような話もちょっとお伺いしてますので、えー、とそういったところをちょっとご案内していきたいなと思います。で、えー、とまず最初にですね、えーとまあ、ソニーの α をご存じない方のために一応ご案内していきたいんですけども載っているセンサー、えー、とカメラの値段の一番大きな部分を占めるのはやっぱ光学センサーのところになっててそこに使われているのがですね1210万画素という。 画素数がかなり少ない、えー、とフルサイズのセンサーを搭載しています。リメンションシャシーモスで、えー、と今、えー、と販売しているのは2020年発売のアルフ α7S III ここから搭載されている、えー、とセンサーになります。えー、とリメンションシャシーモスが積まれたのが、ここのセンサーからなんですけれども、えー、とこれが FX3、えー、と S3 FX と,、えー、と,とこの。 カメラで3代目のモデルになるのかなこのセンサーを搭載しているのが非常に、えー、と高性能なほかにないユニークなセンサーになっています、えー、フルサイズで全画素読み出しというのもやっていて全画素読み出しっていうのはあの画素数が多いカメラあのセンサーとかだと飛び越しで読み出していってであの足りないところっていうのは演算で保管して入れていくんですけども全画素読み出しの場合は全部の画素を読み出して それをを、えー、とに映像記録をしていきます、えーと。どういったところで差が出るかっていうとですね、えーとまあ、先ほどハンマリー級で撮影会やってきましたけどこういったシーンを動画で撮った時に差が出てきます、えー、試し撮りしたことあるんですけど試して撮った動画がちょっと今ないので写真での説明になっちゃいますけどこういったあの低感覚であの等感覚で出ている窓の格子とかあのこういった人工物のところでもわれっていうのが出るような感じで 飛び越し操作をしてると,、えー、とにじみっていうか本来ないはずの縞模様とかが出てくるんですけどそういうのがあの出にくくなるそれが全画素読み出しそれと,、えー、とあとは1画素1画素がちょっと大きいので画素、えー、あたりの,あの光を捉える量が増えるのであのそれで暗所でも低ノイズで撮影ができます。えー、と 9, まで、えー、と高感度性能が 使えるんですが普通のカメラだと10万ぐらいいくのかなえっ、ー、と2段,階2段階以上あのおそらく低ノイズになるようなイメージで使えるかと思いますで、えー、とその前の α7S2 の時が里面照射じゃない1200万画素 CMOS で S3 の時から里、えー、面照射というあの受,光感受光面積を広くする技を使っているセンサーになってるんですけども これの違いというのがですね、えー、と色の出方にちょっと違いがあってこれ再生できるのかなよいしょえっ、ー、とできない <laughs> あれできないものムービー入れたんだけどなえっ、ー、と出てることにします <laughs> えっと ISO の10万ぐらいのところで差が出てくるんですけどもあの暗所での 色のりがすごくくく良ななってくるようなイメージでっ、ねえー、とそこでかなり差が出るので、えー、S2 から S3 に乗り換える人はこの時はすごく多くて 7S3 っていうのはもう大ヒットしたカメラで発売からしばらくの間確か、えー、と納期未定の相当な、えー、と納期のかかるカメラになっていたんじゃないかなという記憶があります。 さて、えー、とそれともう一つ最大の特徴はビ e ンズ x r という、えー、と今チップが2個入ってますけどもあのこのチップ2つであの同じものが2つ積んでるんじゃなくてそれぞれのちゃんと役割があって、えー、とそれで働いています、えー、これも α7S3 から搭載されてるエンジンで、えー、とここから、えー、と演算処理が8倍になっていると。 初代の α7 の8倍ではなくてその前に出ていたモデルの8倍なので、えー、7R4 とか 7M3 とかのあたりからの演算処理能力で8倍になっていますあのそれぐらいの高速演算ができるようになって、えー、と UI が全部そこから一気に変わってますなのであのアルファセブソニーの α7 ってなんか最近ちょっと世代が分かりづらくてファイ5なのに,なのに、えー、とノーマルのやつはマーク4 S, S はマーク3までだしというふうにあのそれぞれでマークいくつっていうのが世代でも今バラバラになっちゃってるんですけどもあのこの BeyondXR 搭載しているモデルっていうのが一つの世代というふうな見方,見方をすると,、えー、と今最新世代のものっていうふうになると思います、えー、とそうした、えー、と最新パーツを装備した ZV1 ですが Vlog カムらしい表現をできるような機能としてシネマティック Vlog 設定というのが 搭載さ,されるようになりました。えっ、ー、とアルファ初の機能になります。えっ、ー、とこのシネマティック V ログ設定っていうのをオンにすると、えっ、ー、と2.35対1というシネ,シネスコサイズっていうんですかね。というえっ、ー、と16対9より,よりさらにワイドな画面になって、するとえっ、ー、と細数がですね、えっ、ー、とフィルム撮影のしている時と同じ 24P の撮影固定になります。これはえっ、ー、と切り替えるとですね。 えと16対9と2.35対1が選べるのではなくて2.35対1に固定でなるそれと細かくの方も 60p とか 30p が選べるんじゃなくて 24p に固定になるとその上で、えー、とルックという5種類のルックを選んでそれにさらに、えー、とムーヨーという、えー、とさらに細かい設定を4種類の中から、えー、とプリセットで選ぶことができるというような撮影モードになってます。でえーと この2.35対1の画角なんですけども、えー、と実際に撮影をしてるのは16対9で,で、えー、と上下に黒みを入れた、えー、と映像になりますそれ16対9で撮りたいんだけどなって言ってもこれはもうこれでこういうものになっているので、えー、とここから変更ができないような、えー、とソニーの考えるあのシネマティック映像っていうのを簡単に撮れるように難しい設定をすることなく ちょっとシネマティックな絵を撮りたいんだけどって言ったらそのスイッチを入れればすぐ撮れるような格好になってます。えっと、これをですね、えっと、従来の編集ソフトだと上下に黒みを入れる必要があるのとそれと,、えっとルックという色味調整を自分で調整しなきゃいけなかったのがあのこの設定を入れて、えっと、自分で色を選ぶだけで使えるようになるというところが簡単に撮れるところというメリットになります。そそれと、えっと、その近くに えっと、マイイメージスタイルっていう新しい機能がついてるんですが、えっと、こっちの方はですねあのそれほどあの凝ったものではなくて昔、えっと、NEX3 とか北川景子さんがあの,アルファのコマーシャルに出てた時に、えっと、画面見ながら、えっと、ぼかすとか明るくするとか温かくするとかっていうようなのをスライダーでやってたと思うんですけどもあのイメージの画面です。 従来の VlogCAM というか FX3 とかそっちの動画系のカメラだと自分であの F 値を設定したりとか露出を変更したりとかっていうことをする必要があったんですけどもこっちはそういうカメラ用語を使わなくてもわかるような画面っていうのが入っています。だとしたらじゃあこれって簡単なカメラなのかっていう,ふうな初心者向けのカメラなのかっていったらそうではなくてえっ、ー、と YouTuber さんだったりとかあと企業系の方とかであのカメラの専門家でない方たちでも あの専門的な知識なしに、えっと、プロフェッショナルな映像が撮れるようにするための入り口っていうのを別途用意したようなイメージになると思いますなかなか間口の広いカメラになってるかなと思いますそれとえというのが新搭載になってま10代、えー、も S&Q モードとあとインターバル撮影というのが設定としてあったんですが新たにタイムラプスという機能がついていてどういうふうに違うのかというと えとまあ、簡単にまととめるとこんな感じですね S&Q っていうのは120分の1秒から最長1秒1コマの撮影間隔が設定できてそれで動画ファイルを作ることができる機能で、えー、とそれをあの例えば、まあ、インターバルタイム1秒にして、えー、と記録フレームレート24とかにするとどれぐらいだ24倍速の えとタイムラプスが撮れるのかなであの撮影記録終わったらもうすぐ動画ファイルになってるのでそのまま、えー、SNS に上げることもできるしあの編集でそのまま動画ファイルとして使えます、えー、とインターバル撮影の方に関しては1秒から60秒まで、えー、と1秒間隔であの秒数設定間隔が設定できるんですけど、えー、と撮影できるのは写真データになるので後からどうしても編集が必要になるとで、えー、と PC での動画編集をした後で動画になるので そこからでないと,、えー、と SNS で上げたりとか、えー、と動画ファイルとして編集に使うことができなかったんですが今度の新,新しく搭載されるタイムラプス機能は、えー、と1秒から10秒までが1秒間隔それとあと20秒30秒40秒50秒60秒と10秒間隔で設定ができ、えー、とそれで、えー、と撮影するともういきなり動画ファイルになるという、えー、とインターバルに近い、えー、S&Q みたいな撮り方になります。 えとあとビデオライト連動があって、えー、と例えばまあ10秒間隔で撮影している、えー、ときにビデオライトを10秒その撮影するときだけつけるっていうことができるのかな、えー、とそれで、えー、と後処理なしでそのまま SNS に上げることができるファイルになってますただ、えー、と小さくあの長時間撮影の場合はあのインターバル撮影を使ってくださいっていうふうに書いてあって、えー、とおそらく使い方としては夕暮れと,とかにえっ、ー、と 夕焼けからだんだん星空になっていくとかっていうまあそれをやるんだったら大体2時間ぐらい撮る必要があるんですけどそういうのにはちょっと向いてない、えー、とどっちかというとタイムラプスで、あのー、街を歩いてる時に、えー、と新橋の駅からうちの店までガーって歩いてくるとかっていう早回しの映像を撮る時に使うような10分ぐらいであの撮り終わるぐらいの設定をするモードになると思いますで、えー、と撮ったやつはもうそのまま動画ファイルとして使えるので SNS に上げることができます 4K の場合は1秒から6秒までの設定しかできないというふうになってますね。えー、というところで、これがタイムラプス機能。それと、あとは S ログ撮影とユーザーラッとこれも撮影対応になってますが、初めてソニーのアルファを見よう、今回調べている方にかとっては、この辺、全然何の話だかちょっと分からないと思います。かなり、これはプロフェッショナルな話になってくるので、簡単にここではご案内しますが。 えっと、通常の撮影だと動画、まあ、普通に撮って、えー、っと普通に、えー、っとそのまま SNS にも上げられます、えー、っとそれをやらずに、えー、っとログ撮影という高度な撮影方法があってこれは、えー、今のもうスマホとかテレビとかで見れる絵とは違ってあの業務用本当プロフェッショナルの世界であのカメラの性能をフルに使った撮影をする時気度差って あの明るいところから黒いところまでこれがあの100ニットっていう単位で普通扱われて、えー、と映像って見れるようになってるんですけどもそれの、えー、と1300%とか、えー、と13倍とかですねそれぐらいの幅広い輝度差を扱える、えー、と撮影方法っていうのがありますそれで撮ったやつっていうのはそのままではやっぱ見られなくてあのカラーグレーディングって言ってあのそれを100ニットっていうあの幅に狭めてそれであの見れるように編集する必要があるんですけどもあのそれをそれを あのカメラ内で全部やってしまおうというのが、えー、とここに書いてある p p ッ a t という仕組みになります、えー、ソニーでは FX3 と FX30 のこの2機種にしかこの機能搭載されてない、えー、とすごい数少ない機能なんですけどこれが、えー、と z v 1に搭載されているというような形になりますえっ、ー、とこれはあのまあ最初は使わないんだけど後から <laughs> 使えるようになるかなという機能ですね それれと,、えー、とボディ内手ブレ補正が搭載されてます今回、えー、ZV-1 は世界最小最軽量のデジタル一眼フルサイズカメラですっていうふうに言ってますが、えー、とこれはちょっと正しくなくてですねボディ内手ブレ補正を搭載したデジタル一眼レフカメラの中のフルサイズセンサーとしては世界最小最軽量ですということになります、えー、とボディ内手ブレ補正入ってないカメラで何が変えるのかってしたら 初代ががル、ね、なんでですすねあっっちちの方がちょっと軽いです、まあ、バッテリーが違っちゃってるのであれなんですけどもあのそれでそういったことでボディ内手テブレ補正ーが入ってます、えー、と5段分というふうになってるのでこれは α7C ソ、えート 7S3 とか74だと5.5段になっててで、えー、と最新の α7RM5 だと,、えー、と8段になってますが、えー、とこれらとはちょっと機構が違うということになります、えー、それとえっ、ー、と それとボディ内で手イブレ補正ハードウェアで撮ってるのと,、えー、とそれとダイナミックアクティブモードという新しい手ブレ補正モードが搭載されました、えー、と10代までだと,、えー、とアクティブ手ブレ補正というのがついてましたが、えー、とその上にさらにダイナミックアクティブモードというのが、えー、と搭載されたとえっ、ー、とアクティブモードっていうのはですねフレームがあった時に若干こうやって縁取りをして ゆとりのある枠を作っといてそこも使使っっててボディ内手ブレ補正を使って、えー、と補正正をする方法そうするとあの若干あの手ブレ補正の幅をちょっと広げることができるので、えー、と本来の手ブレ補正って写真をしカチャってシャッター切った時にシャッター切った瞬間にだけあの手ブレ補正をあの補正すればいいだけなのでちょっとしか動かないんですけどもその幅をちょっと増やしてるのがアクティブモード。 で、えーと、ダイナミックアクティブモードは何が違うのかっていうと今回は電子光学テーブル補正を入れてるそうです。なのでさらにもっと大きく切り出して、えー、とその中の映像を、えー、と光学的に高画、えー、的に電子的に、えー、と直してしまうということをやってますでそれをさらに延長させたのがこのオートフレーミングというやつで、えー、とカメラをこうやって固定している時に えと被写体をこうやって認識させるとそれを追ってくれる機能というのがついています。えー、被写体のサイズを自分でけんあの調整することができて、えー、と切り出しを大きくするのかバストショットにするのかそれとも全身撮るのかっていうのを設定しておくと画面内を人が動いたときにその被写体をカメラがカメラマンがついているようにずっと自動であの追ってくれるという機能がついています。明らかにもうこれユーチューバーさんとか向けの機能のように思えるんですけども。 多分こういういキャンプとかしてる時とかにねあの経験があるんですけども忙しいんですよテント設営しなきゃいけないし材料切ってこなきゃいけないし洗ってこなきゃいけないし料理しなきゃいけないし。とすると撮影がすごいおろそかになるんですけどもあの一箇所もう定点で置いといてそれであのさっきのやつを使うととりあえずその指定した被写体だけは追って撮影してくれるので。 あのカメラマンいいいらずででこういうのの撮影できるのかなと思いま,すまあ,あのこうやっておじさん同士で行ってるキャンプは撮ってもあんま面白くないんですけど普通のご家庭で行ったファミリーキャンプとかだとねあのお子さんを撮りたいと思うのでお子さんタッチしてマークしといてそれをずっと追ってあげられればいい絵が撮れるのかなというふうに思います。えー、とそして彼らにまたちょっと別のもので新しい新機軸フレーミング補正というのがつきました。えー、とこれはです、ねえー、と手持ちで撮ってるとに えー、手ブれ補正のさらに、えー、とグッと寄って、えー、と被写体を固定して撮るというモード、えー、とちょっとサンプルの動画がここで出せないので言葉で説明するのが難しいんですけども人物を、えー、と中央もしくは指定している部分に押さえてそれであの人物中心に撮るというような、えー、と補正ですねフレーミング補正というのがついています、えーと。トラッキングをしてているのととははちょっと違っ違これは えと手ぶれ補正を使ってやってるんですけどもちょっと分かりづらいと思うので表を作りました。えっ、ー、とオートフレーミングってさっきの,あの勝手にキャンプ場で追ってくれるような絵っていうのは実はあの三脚固定をしてる時にしか使えない機能で、えー、とオートフレーミングっていうのをオンにすると手ぶれ補正は自動でオフになります。で、えー、とダイナミックアクティブモードの時にあのフレーミング補正っていうのが、まあ、自動で あの自動じゃないんだこれ,これ指定するとダイナミックアクティブモードに自動で入るんですけどもあのそうやって切り替えて使うようなものになってるのであのじゃあオートフレーミングをあの手持ちでやりたいなとかっていうとちょっとそれはできないあれは三脚固定の時の機能で、えー、とフレーミング補正っていうのは、えー、と手持ち撮影の時に使うというふうにあのシーンによってちょっと使い分けるような形になるのであの全部一緒に使えるかなというのはできないかなと思います。 さあ,あとは、えー、と AI プロセッシングユニットを搭載2機種目のモデルになります7 r m ファイ5にしか付いてなかった機能が、えー、となんと,、えー、と 7RMark55 万しますからねあのカメラに付いてる機能がすいません33万のカメラに搭載されてしまいます、えー、まあ,あのいろいろもう各所で話題にはなってますけども、えー、と僕が考える一番の違いはやっぱこういう鉄道撮影が一番わかりやすいんですけどオート 今までのロックオン AF とかだと鉄道の先頭に指定しといたはずがあの連射している時に突然パッてどっか行っちゃったりとかっていうのはごく稀になんですけどたまにあったのが、えー、と僕が今のところ使ってるってなかなと思います。あの動物の認識とかもあの桁違いの精度で今のところあのロックオンしてくれるので。 すごい信頼度が高いんですけどもそれが動画のカメラについてきたということになります非常に大きな武器になると思いますさあそれとあとは、えー、と商品レビュー用設定っていうのはこれ ZV-1 とか ZV-1ZV-10、e、とかについてるやつですねあの商品レビュー用設定ってやると普通顔認識をしてるのでここにこういうふうにあってこれが 今回の商品紹介したいレンズですってやっても顔の方にフォーカスは来ちゃうんですけども近めにあの被写体が来るとそっちにフォーカスを合わせてくれるというような機能えとそういうのがついてますえとそれと複数人顔認識というこれも聞いたことのない機能がついてるんですけどもこれは使えるのはえとお任せオートの時だけだそうです。人だけ画面に映ってててる時はあの絞りを浅くしておいてあの開いて えと顔認識してるんですけどそこにもう一人フっとフレームインしてきた二人の顔が入った時にあの絞りをですね開いあの絞って二人の顔にフォーカスがあったように見えるようにする機能で、えー、とこれは普通にプログラムオートとか別の撮影モードの時には使えなくておまかせオートの時にだけであの働く機能なので、えー、とどちらかというと新,しいあの新たに知らない人が使う向けのやつなのかなという機能になります。 えっとその他にも Vlog 向けの機能があってこの3カプセルマイクとかっていうのもそうですね、えー、っとインテリジェント3カプセルマイクを採用というのがあって、えー、高い使用機能とノイズリラクションをこの3つのカプセルマイクでやりますということでなってて、えー、っと説明を見るとまあこうやってあの前方と後方と前方位と,、えー、っと3つをあの切り分けて使用できるので、まあ、こうやって被写体が前にいる時は前方にしておいて。 でで街歩きとかであの自分があの撮りながら紹介をするとかっていう時は後方にしてマイクをするっていうものになっててなんかこれ見るとイメージ的にはあのシューティングガンマイクみたいな感じで指向性がえらい高そうに思えるかもしれないんですけど、えー、と指向性はあの全然全然じゃないですねなくて前半分と後ろ半分っていうふうな感じであの普通の,あのシューティングガンマイクを使うみたいにあの A 指向性であの周りのノイズを消すとかっていうものではないそうです。 あのなのであのどっちの方に被写体がいるのかなという感じで使うもの。で、えー、とオートにしていると顔認識と、えー、を併用してて画面内に顔認識で人物がいるっていうふうに判断したら前方マイクになって、えー、と前方にあの人がいないというふうに判断するとあの全方位になるとこの2段階で切り分けて使ってるそうです。なので普通に Vlog として使ってる分にはあのそういうふうなオートの使い方で あのわざわざ自分で切り替えしなくてもいいのかなというふうに思います。ということで、えーっとこ、あとはカメラのちょっとサイズとか外観に話をいくんですが、えー、っと質量 483g は見てのとりで、えー、7C よりも軽く、なんと APS-C の六千六百よりも α6600 よりも軽い作りになっています。と比べると ちょっと重くなっちゃいますけどバッテリーが搭載しているバッテリーが違うので大容量の FZ100 を積んでいるモデルとしては最軽量になるのかなと思います、えー、とこちらが、えー、とボディ上から見たところでほとんど ZV10 と同じ作りになっていて、えー、と違いがですねあの電源ボタンだけですね、えー、とオンオフが ZV10 だとあの十点面のところについスライドスイッチでついてたんですけどそれがシャッター脇にいったのかなと。 それと、えっととと動画画静止画と S、Q、の切り替えはススライドスイドッチで同じところにあります、えー、っとここのアクセサリーシューのところにあのモフモフをつけるんですけどもモフモフをつけてあのマイクカバーするとですねオンオフボタンがどこにあるのか見えなくなっちゃうというボタン問題がこれで解決するのかなと ZB10 を使ってらっしゃる人はなんとなくわかるような感じです、えー、っとそれと,あとここの2つの,あのポツポツという穴がありますけども これはなんとステレオスピーカーですマイクではありませんのでで、えー、とこちらが脇から見たところで、えー、とマイク端子と,、えー、とタイプ C、えー、とタイプ C の方はあのパワーデリバリーに対応している端子なので給電しながらの撮影が可能で、えー、とメディアスロットの方は、えー、とシングルで SD カード UHS2 までの SD カードオンリーになってます、えー、CF エクスプレスタイプ A カードのは非対応になるんですが えとこれでちょっと撮影できる動画のちょっと,、えー、と制約があるのでそれは後ほど説明しますあとマイクロ HDMI と,、えー、とヘッドホン端子がありますはいえー、とここからえっ、ー、と比較の方なんですけども α7S3 と,、えー、と FX3 とちょっと比較してみたいと思いますえっ、ー、とセンサーが全部1210万画素の同じセンサーついてるモデル同士で、えー、と比較してるんですがさっきの,あのボディ内テーブレ合オ5.5段と5段の違いとか えとあとはダイナミックアクティブモードがついてるとか。で、フレーミング補正、オートフレーミング補正。えっ、ー、と、新機能がだんだんいろいろついてるので、こうやって見ると ZV-10E1 が、あの、かなり、あの、動画にこうやって特化してみると、便利な機能が相当いっぱいついてるように、えー、見えると思いますち。ちょっと表が長いので、いくつも表がある続いてくるんですが。えっ、ー、と、次のところが、えっ、ー、と、動画の撮影機能のちょっと違いのところですね。えっ、ー、と、ここでさっきの S&Q の撮影モードのところで、 えーとメモリーカードのちょっとなんだろうえっ、ー、と差が出てきてしまうんですけどまあ普通の人はこういう撮影の仕方はしないですよね。XAVCS イントラの 4K の 120fps が ZBE1 では撮れないでえっ、ー、と XAVCS のイントラ、えー、と HD の 240fps が撮れないという差だけです。 それ以外のモードでは XVCHD とかそれ以外の駒数ではもう全然問題ないのでスローモーションの最高スピードのところだけちょっと ZB1 はメモリーカードの書き込みがちょっとスピードが足りないのでできないとなので SD カードのビデオクラス90のカードだけ用意すればほぼ 7S3 とか FX3 と同じ撮影はできるかと思います。 SLOG のところに関しては SLOG2 が S3 にしかもうついてなくて今 FX3 も FX30 もえーともう SLOG2 は搭載されてないのでえとそれがちょっと取れないのかなあとあと p p ラ a t とラ a t モニタリングは FX3、FX30 と同じように ZV-1 ついてるんですけどえとログ撮影の時のシネ EI とかシネ EI クイックが ZV-1 にはついてないとこの辺詳しくわからない方はえと当店のですね FX30 のレビューページを見ていただければ詳しく解説しておりますのでそちらをご覧ください、えー、とあとは長時間録画のところここはすごい興味あると思いますえっ、ー、と FX3 には内部放熱機構というのがついていて α7RM5、えー、もそうですけどもあの中でセンサーの熱を逃がすための機構っていうのを内部に作ってあるんですねそれが、えー、FX3 の場合はさらに進んであのクレのファンを積んでるので それで強制的に外気を入れ替えるのでそれで冷やすことができますちなみにこのファンっていうのはあの録画中音がうるさいんだけどっていう時のために、えー、とレック中は止めて、えー、とレックが終わるとファンが全開で回るというようなモードもついてますすごい優秀なものがついてますえっ、ー、と ZV1 については、えー、とそういった内部放熱機構もついてないのであの熱にはあのそんなに強くないモデルだというふうになりますまあそれはそうですよね 同じくらいのボディサイズでそこまで放熱性能が高くできるわけがない。でこれはメーカーさんからちょっとお伺いした話ですが XAVCS の 4K60P150Mbps でモニターを展開してバッテリー駆動で撮影した時の室温25度で一応30分レックスすることはできましたと。 S3 でまあ大体約90分と言われてて FX3 も90分になってます、まあこれはあのバッテリーあの全部使,っ使い切るところまでえといけるんですけども今はそこまでいけないかなというふうになってますちなみに 60p ではなくて 24p で撮影した場合はえとこれ90分まで撮れたそうなので 60p と 24p であそれだけもう演算のかかるパワーというのは違うんだなっていうのも分かるんですけどもあのまあそういうふうな違いが出てくるとかなと。 f x 二の場合はまあ室温40度でも90分でなっているので、えーとまあ、かなり空冷ファンが効くんだなというのは、えー、とこれを見ても分かりますね。<laughs> あのなので ZV-1 はそうやって熱に強いカメラではないのであのわざわざプロがそういったあの撮影現場であの室温はまあ低くても照明が当たるような強い現場にこのカメラを持ってっても、まあ、サブ機にしか使えないだろうなというふうなことはお分かりになっていると思いますけどあのその辺は。 あの使使いいをちょっとと考えて使う必要があるかなと思いますメモリストットは先ほど説明した通りですね。すると,、えー、と 4K60P 動画記録、えー、と可能なんですが 4K120P へのアップグレードも可能となっていて6月に、えー、と後日、えー、とアップデートプログラムを公開してアップグレードするようになってます。その時には、えー、と新しくソニーさんが始めたクリエイターズクラウドの方からのダウン ロードが必要でそあの新しく3月から始まったあのソニーアカウントあちらの登録が必要になりますょ、えー、っ,っと詳しい事情は分からないんですけども、まあ、ZV-1 を使っているユーザーさんでそういう 120p 撮影とかあの詳しいあの難しい撮影をチャレンジするユーザーさんっていうのをピックアップしてあの知りたいのかなとかいうなんかそういう宣伝を後からやってくれるのかなという期待をちょっとしたりしますね。 はいえー、とあとこちらがちょっと気になるところというか、えー、と <laughs> 静止画写真静止画撮影のときの、えー、と差ですね、差分ですね、えーと、メカシャッターを積んでいないのと、それと,、えー、と EVF を搭載していないので、あの写真を撮影するのにはちょっとデメリットではないですね、えー、とリスクでもないですね。 えとちょっとあの劣る点というかあの気にしなければいけない点というのはいくつかあります、えー、と書いてある通りなんですがまず拡張性がちょっとないというか縦位置グリップ使えなかったりとかそれと FX3 の場合は XLR アダプターという一体型のハンドルがあるのであっちにもいくらでも何でもつけられるんですけどもそういったようなものがありませんまあサードメーカーさんからおそらく理由があの後日発売になると思うのでそういうのをちょっと使うようになるのかなと思います でえー、とメカシャッターを積んでない電子シャッターのみになります。えっ、ー、とは動きの速いもの。えー、っと、まあ、列車撮影とか高速で撮るもの,あの動くものを撮るのはあのちょっと苦手というかあのメカシャッターに比べたら劣るんですけどもあの搭載されてるのが1200万画素の画素数の少ないモデルでリメンション写真もそれだと,とビヨンズ XR という高速の演算ができるチップ積んでるので。 あのそれほどローリングシャッターは大きくないといいいとうに聞いていますなのであのそこはそんなに気にする必要ないのかなとそれよりも、えーとまあ、こうやって見るとフラッシュシンクロが30分の1秒ということで、えー、と非常にもう大昔のカメラみたいな感じになってしまうので今250分の1秒まで対応できるんですけどあのフラッシュシンクロがちょっと辛いかなそれとあとフリッカーレス撮影、えー、と自動で 50Hz とか 60Hz の蛍光灯の,あのフリッカーを あのキャンセルする機能っていうのはこれはついていませんただ動画撮るときにあの LED の照明のときにフリッカーが出るやつはあの高分解シャッターの方のは搭載されているので動画に関しては問題ないかなと思いますあとこれ使ってる人もあのどれぐらいいらっしゃるか分からないですけど AF 補助光赤外線の補助光とかもついていない、えー、とロー撮影に関してはなぜかロスレス圧縮が使えるという先進のシステムになってますあとバルブ撮影長時間ノイズリダクションが使えないのでなん、えー、だろうな 花火撮影に向いいてないですか、ね、えっ、ー、とおそらく成形撮影とかされる方だったらあの秒数も指定して撮れるので30分の1秒までいければあの成形撮影とか多分問題なくいけちゃうしインターバル撮影もできるのでアルバセブン s 3って成形撮影される人に割と人気あるのでそういった人から見ると今まで S3 買おうと思ったら50万4,600円だったかな。 あのかなりの怠慢働かなきゃいけないところが33万で済んでしまうのでまるでソニーストアからですね、えー、と35%トクーポンが出たような状態になるかなというふうに思います、えー、とそれとあとはえー、とイメージセンサーがシフトクリーニングだけで超音波ダストクリーニングがついてないとあと、まあ、フルマグネシウムボディではないというところになるんですけども、えー、と防塵防滴に関してはあの同じようにあの配慮した設計になっていますあとはスマートフォン連携が えーとクリエイターズモバイルという新しい方式になってますねえっとォーと,セブンと今 7RM5 が対応してますけども、えー、とお試しになった方だけはご存知だと思いますけどもものすごく信頼性の高い、えー、と接続ができますあのブルートゥースはもうほとんど接続しっぱなしになってんじゃないかなというような感じであの今まであの位置情報をカメラに持たせたくてあの山の中行ってからよし撮影した場所,場所っていうのを記録していくぞえっ、ー、と イメージングエッジモバイルを出して、えー、と一時情報連携させようつながんないんできないんやり方わかんないん諦めようとかっていうのが今までありましたけどほぼ一発でこれつながるのであのたまにあのなんだろうあのスマートフォン側のを別のものにつなげて復帰させた時に切れてることはよくあるんですけどその時も一回だけつないで一時情報だけ設定してあげればそのまま。 使えるようになるので非常に高い信頼性で使えるかなと思います。こういったメリットがあると思います。えー、製品はえっと33万円市場売価予想でボディのみ、それとえっと2860という標準ズームレンズキットを付けたえっとセットがえっと36万円前後で予定されています。ボディはすごいですね。フルサイズセンサー搭載のカメラでホワイトボディというのは多分 アルファジー上初だと思いますでこういうセットが出てくるとやりたくなるのがこれだと思うんですけどまるでガンダムみたいになるんですけど <laughs> 若干色味が違うのであのやりたい人はあのこれだけのネタのためにホワイトを選ぶ人が多分何人かいらっしゃると思うんですけどねあの色ちゃんと合わないからブラックにしといた方がいいかもしれないですあとは2860だとちょっとやっぱさすがに Vlog 使うのにかなり画角狭いので。 2070っていう非常に便利なレンズが今年発売になってますからこれ使うのがいいかなというのと2860まあ確かに3万円であれついてくるので安いのであれつけてさらに SELP1635G というレンズが去年発売になっているのでこれと2つ合わせてセットで使うとオールマイティに使えるかなというふうに思います。両方ともこの1万円キャッシュバックキャンペーンの対象レンズになっているので。 ええと一緒に買われるといいんじゃないでしょうか。2本買っても2枚のキャッシュバックになります。それと先ほどから言ってる通り、えっ、ー、と s3 の代替えに買うのであれば、あのおそらくデメリット。今のところ。あのスペック表見ても何もないと思うんですけども、モニブライトモニタリング機能も先ほど y さんが行かれて。見てきたところによると搭載されてたという話なので。 まあ、ブライトモニタリングがついてなくてもいっそ40万にガーッて上げちゃえばあの昼間みたいに何でも写っちゃうんですけどあのそれもついてるので成形写真撮るのにこれすごい安く済むカメラなんじゃないかなというふうに思いますあの今のところ全然話題になってないですけどそっちで火がつくとおそらく成形写真の撮影される方がこれ一気に飛びつくんじゃないかなと思うんですけどどうでしょうそういった成形撮影をされる方だとキャンペーンのレンズではないんですけどもあの ソニーからは一昨年にえっ、ー、に 14mm の F1.8 という SEL14F18GM というあの設計ファンにはおすすめなレンズがありますのでこちらをご検討されるといいんではないかなと思いますあとは、えー、と4月4日10時から中開始になりますソニーストアの方で、えー、と火曜日ですね朝10時から、えー、と今回はどうでしょうまたいつもの通りなんかネットで見てると かなり話題になっているカメラなので争奪戦が始まりそうな気がすると思うんですけども今回はおそらく争奪戦にはならないと思います朝10時にえっ、ー、と受注開始になってもちらほらっとしかオーダーが入らないはずその理由はこちらです、えー、ソニーストアのラッキー抽選会がですね月曜日4月3日の10時に、えー、と次回が行われるというふうに今予告が出てますのでここでえっ、ー、とらく 前回と同じようにラッキー抽選会が開催されるとすれば3日の10時に抽選をしてでほとんどの人はうちの当店調べだと8割以上の人が大ラッキー賞というのを当たっているのでえと最大5,000円のクーポンがここで当たるんじゃないかなと運が良ければ12割の人がその特大ラッキー賞という最大1万円のクーポンをゲットできると思うのでこれをもってえと買いに行きたいところなわけですが。 えとこのラッキー抽選会のクーポンというのが当選した翌日のお昼過ぎのクーポン発行というふうになっているので、えー、と3日の日に抽選開始でしょその場ですぐ抽選しても、えー、と発行されるのが 4, 4月4日の、えー、とお昼過ぎなんですよ1時とかおそらく2時ぐらいにあのクーポンが突然自分のところにポンって入ってくるのであのそこからオーダーするように格好になると思うので今回は争奪戦はおそらくないはず。 みんな五千とか一万円使って買いたいはずなので、今回はばらけると思います。なので四月四日の朝十時に張り付かなくても今回大丈夫です。えっ、ー、とそれよりも三日のラッキー抽選会の方をまず引いて、そこであのクーポンをあのゲットした上であのそれを待って購入するのがいいかなというふうに思います。えー、ということで、えー、と受注開始前のですね当店の全力を上げた ZV E 一のですね全力取材の結果でございました。 まああのうちのお客さんだとそうやって成形写真撮られている方がちょっと一人あのこれいいよねっていうふうその人から教わってあそっかって気づかされたんですけどその方が行かれるのかなというふうに思うのとその方にもまあさっきのラッキー抽選会の話はしてあるんですけどもあとは今まで ZV-10 とかね Vlog 一生懸命やってらっしゃった Y さんがもう手を挙げられてるような気はするのであと 7A3 がやっぱどうしても気になって欲しかったんだけど50万するからなっていうふうにおっしゃってた方が。 えとちょっと考えてるっていうふうなお話とかも頂い,いてます、えー、と先ほど言った通りメカシャッターが付いてないのとファインダーが付いてないのであの写真をちゃんと精密に撮りたいんだとかっていうふうな向きにはちょっと厳しいかもしれないんですけどもまあ,あのそれでも35%オフで買えるのであのそこをなんとか自分で方法を補って使えるんだったらいいんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですけどもねあとはまあそうやって Vlog 本格的に撮りたいという方は。 z v テントからのステップアップもありだしあの動画を撮るために、z、あの今まで S3 使ったりとか74使ってたっていう方があのもうちょっとその先進のシステムでっていうのであればあの乗り換え考えられてもいいかなと思いますご清聴どうもありがとうございましたぜひご検討くださいませ以上でございます